さあ、お、え、バレンタイン教室遅くない？バレンタインって書いてなかった？ということで、皆さん、こんにちは。こんにちは。何回言った？今回はね、工場のガチャが更新になりまして、何ですか？あれですね、工場ガチャが更新で、アイリー以来かな。アイリーの時の次がタイプセレクトだったんで、まあ、次の更新となりました。で、今回は、ももかさんですね。桜井ももかさんが切れまして、うお、すごい、真っ白やな。真っ白なももかさんでございますけれども、キュートアビリティか。ほう、アビリティ来たんか。キュートアイドルの特技発動率 40% アップで、効果、特技が7秒ごと高確率でわずかな間、パーフェクトのスコア 10% アップ。コンボボーナス 15% アップということなので、あれですね、工場の4周目のシマムと同じですね、ですね、とかあとチャンミューとかな、あれと同じ、アビリティの、アイドルでございます。 いいですね。てかすごいな、これ。圧倒的真っ白感もう真っ白やね、これ。まあ、すごいな、可愛いですけども、アビリティか。いいね、アビリティ。いや、アイリーもアビリティで来てほしかったな。アイリーもアビリティならガンガン使うんだけどな、と思いましたけども。アビリティでございます。いいね。いや、いいね。うん。とてもいい。てか、今ちょっと寝てたな。ちょっと寝ててね。急に起きて、ガチャ更新来てるみたいな感じで撮ったんで。なんか声出た。テンションも上がってないですけども、でございます。ということでございますのでね、バレンタインって、やったら昨日更新でよかったのになと。ちょっと一日ずらしてね、昨日更新すればよかったのに。なんでバレンタインを過ぎた次の日に行けるのかわかんないですけども。まあそんな感じで、納税をね、まあ引いて、納税だけでも引こうかなと思います。ほい。しぶりんです。ということでね、こんな感じでね、今日はですね、工場のガチャ更新ということで、3週目ですね、3週目、桜井ももかさんが やりましたと。僕はね、まあ、正直、限定の方で来るかと思ったんですけど、毎回限定ガチャの時に予想してたんで、まあ、限定ガチャで来るのかなと思ったんですけれども、今回はね、まあ、工場で3週目でやっと来たということでございまして、まあちょっとびっくりしたかな。まあただまあ、いずれ来るであろうっていう、その枠でありましたけれども、まさかね、まあ、工場で来るとは思いませんでしたね。まあ、アイリーと同じようにね、ああ、工場なのかというような、僕の中での感想は、そういう感想でございました。ぜひぜひね、皆さんね、担当の方は頑張ってみてはいかがでしょうか。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。では、バイバーイ。